それではですね、ここのパーツですね、つけようかと思うんですけれども、こういうもんなんですね。こういうものを作るので、こういうものを作ることになりますんでね。そしたらまずですね、このくらいのプラ板を用意しまして、で、ちっちゃい金尺で、一本筋を入れます。穴を開けましたら、この間に切り目を入れて、切り目を入れまして、職人かたぎさんで切ると。でまた切ると、はい、これがこの下のパーツになるわけですね。これがここにこういうこんなのがついてるんですね。こういうのがついてるので、これを作ります。よいしょ。で、持ってきてこうですね。わかりますかね。ちょっとピコッと出して、でそこに取り付けるとでいいんじゃないでしょうか。こうして、よいしょ、こんな感じですね。はい、この上にもこう接着剤をつけて、よっ、はい、これでいいんじゃないでしょうかね。これでそこそこ再現できたんじゃないですかね。はい、ちょっと遊びでこっちは外れたような感じに仕上げてみました。わかりますかね。ちょっとこう外れて下にね、ポロッと取れてる感じにしてみました。こっちはもうこのままこういう感じで仕上げておきたいと思います。でこっちですね、こっちは、ある程度きちっとつけてみました。はい、こんな感じですね。はい、でこんな感じです。